トランプ氏は7日、スーザン・ワイルズ氏を首席補佐官として起用すると発表しました。ワイルズ氏は大統領選でトランプ陣営の選挙対策本部長を務めていました。トランプ氏はワイルズ氏について声明で、アメリカを再び偉大にするために精力的に取り組み続けるだろうとした上で、 アメリカ史上初の女性首席補佐官として迎え入れるのは当然栄誉なことだと述べましたワイルズ氏は2016年と2020年の選挙戦でもトランプ陣営を支えましたアメリカの新聞ワシントンポストによりますとワイルズ氏は67歳で今回の発表が来年1月20日に始まるトランプ氏の第二次政権での最初の重要な人事だと報じています